本日は金華山にお越しくださいましてありがとうございます。行く手の左をご覧くださいませ。木立の間から男性の姿を見せておりますのは朱塗り三重の塔でございます。この塔は大正天皇御即位の記念として日本画の大家河合玉堂の発案により建立されたもので、付近には廃聖松尾芭蕉が信州行脚の途中この地に遊び、素人や古いの清水まずとわんと呼んでおり、現在この区碑に残されております。都心には大変珍しい自然の美に恵まれたこの金華山は全山国有林で、山の高さは329メートル、険しい60数種類の野鳥をはじめ岐阜鳥など1万種類の昆虫が生息しております。植物はおよそ700種類あると言われ、中でも一つ葉、シダ類、シイなどの群落自生は有名です。後方を流れます川は迂回でよく知られた長良川でございます。